君たちはリクとカイリを探しに行くんだ。レオンたちだって友達なんだ。ここには仲間が大勢いるから大丈夫。僕たちに任せて。俺、レオンと約束したんだ。ドナルド、グーフィー、早くソラを連れて行くんだ。リク、カイリ、ちょっとだけ待ってくれよな。僕たちはリクとカイリを探しに行きます。うん、気をつけるんだよ。王様もお無事ぞ。ちょっと待てよ、ソラ。早くしろ。力ずくでも連れて行くぞ。ソラ、火を使う。わかった。わかったら早く。さあ、行こう。わあ、王様、ごめん。お許しください。アンセム様、先日提案させていただいた新しい実験の許可を。いかん。扉と世界の心のことは忘れろ。あれは触れてはならない領域だ。しかしアンセム様、私の考えでは。ゼアノート、その考えは忘れてしまえ。
しぶりだな、友よ。ゼクシオン、ゼクシオン。何ですか、創造師。ゼムナス殿はどこだ。いつもの場所へ。眠りの部屋か。急ぎのようなら行ってみてはいかがです。冗談はよせ。やむを得ん、お戻りを待つか。一刻も惜しいというのに。全く用がある時に限ってこうだ。間が悪いというか、なんというか。俺もあそこは苦手なんだよな。お前はどうだい、同志ゼクシオン殿。盗み聞きですか。何をしているのです。あなたとザルディンの任務は新たな同志を探すこと。こんなところで怠けている余裕はないはずですが。仕事は十分やってるさ。昨日も一人見つけてきたんだ。確かマーなんとかって名前になったらしいな。これで機関も11人、結構な数が揃ったもんさ。だもんで今日だけレクセウスに代理を頼んで休んでるって話。明日のお仕事のためにな。ではせいぜい英気を養うのですね。僕には今日の仕事がありますので、これで。お堅いね。楽しくお話でもしようぜ。例えばゼムナスの秘密についてだ。ありゃ何年前だったかな。鍵型の剣を手にした奴らがこの地に現れ、すげえ戦いをやらかした。そいつらが姿を消した後、記憶をなくした男が倒れてた。ゼムナス、いやゼアノートがアンセムに拾われたのはちょうどその頃だったよな。それが何か。眠りの部屋。そう、俺たちが心の闇を研究していた地下施設。賢者アンセムの命令で封印された墓場。おせっかいな賢者を追放したゼムナスが最初にやったのは、封印を解いた施設の奥にあの部屋をこしらえることだった。以来ちょくちょく部屋にこもって誰かと話していらっしゃる。妙だろう。部屋にはゼムナス一人のはずだ。盗み聞きがお好きのようですね。話の中身までは聞こえねえさ。おかげで余計気になってな。お前も興味あるだろう。僕は自分の任務に専念したいだけです。あなたも本来の任務に注力して、もっと同志を集めてください。新たな施設の準備を急がねばならないのに、機関が11人だけでは手が足りません。新たな施設。ああ、忘却の城ね。あんなの使ってゼムナスは何する気だろうね。僕らが聞かされた目的は。誰にも聞かせていない目的がある。眠りの部屋と対応なす目覚めの部屋、もう一つの墓場、そいつを探してるのさ。ゼムナスじゃない誰かが作った部屋をな。そこにはきっともう一人友がいる。
ずいぶん張り切ってるな。チョバさん、お前ヘラクレスのところで会ったよな。13機関のくせに情けないやつ。そんなんで戦えるのか。容赦しないぞ。人は見かけで判断しちゃダメだぞ。で、やっぱり俺向いてないよこういうの。なんだこいつ。そら13機関もノバディだよ。そうか、心がないんだ。そんなことないよ、許してくれよ。邪魔されないぞ。黙れ裏切り者。13機関、まだいるなら出てこい。ちょっとそら、わざわざ呼ばないでよ。うんうん、まずレオンたちの手伝いだよ。あー、ごめん。じゃあ、こら、見つけたぞ。友達が多いと大変だね。
よし、力を合わせて早くこの戦いを終わらせよう。はい、王様。まさか。おら、オフィ団長、わしおはんぞ。起きろ。オフィ、おはんぞしょ。クフィ。なんだよ。なんだよこれ。嘘だろ。許さない。